バックバンド付きで。ってことで、じゃあなぜか暗い曲ですね。そうですね、私たち天城に修善寺に住んでると天城峠、はい、ねえ、こういうところって子供がいるところにあんまり似合わないよね、うん、天城峠の幽霊の歌なんですけど、天城峠って僕らいつもこのバスのお仕事してるんですけど、毎日天城峠で通ってるんですよ。そうするとほら天城峠っていろんな伝説があるんですよね、はい、そんな幻想的なところじゃない で、 でもあんまり言っちゃうとね、観光地としてのイメージが消える。一応昔は肝試しやりました、旧天城峠ですね、はい、なんかお化けが出てくるって噂が、昔亡くなった方もいるんですが、まあそういう話しちゃうとね、またいけない方に行っちゃうので、とりあえず子供の頃肝試しでよく天城峠のトンネル入りました。血だらけの踊り子出てきた、こんにゃく投げつけたっていうね、もう二度とこんなこと来るかっていうねっていうとね、子供がまた来始めて怖いとか言うんで、とりあえずじゃあ天城の季節やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ありがとうございます。
曲自体は暗いけど、多分ギターソロ的には結構これはイケてる曲ですよね。もうなんかギターソロに酔いしれちゃって、もうミモリなんかどんどん後ろにこうって最後消えちゃうみたいな。ってことでね、